はい、YouTube をご覧の皆様、ダイエット始めて、動画撮り始めて35日目。で、ダイエット始めてプラス10だから45日目のガチャです。ですね、今日はですね、ぴょんぴょんエクササイズを、フルバージョンで、まあ、Facebook ライブも当時やってるんですけども、フルライブで、やっていきたいと思います。と言ってもね、YouTube に乗っかるのは、最初の、なんだっけ、スクワットと、ぴょんぴょんエクササイズの、5分、4分だけですけどね。はい、ご覧いただいて、もうね、35日間ぐらい動画毎日撮ってると、なんかね、改めて動画撮るっていうよりも、今日は何喋るかな、みたいな感じなんですけども、まあいいでしょう。はい。今日も、最初は、YouTube 用。次に、LINE 用。次に、IGTV 用。IGTV の方も、今すごくなんか、フォロワーの数が増えてきて、はい。なんとなくね、地道に頑張ってきてよかったなーなんて思ってます。でですね、昨日、しつこく言いまくってた。しつこく言いまくってたね。今日の朝の体重計が 102.5 キロになるっていうの。そう。私の潜在意識は今回はちょっとお休みしたみたいで。残念ながら今日は体重 1.25 にはならずに、なんと、昨日一日でちょっと太ったかもしれないけど、104キロのままでした。はい。ごめんなさい。嘘をつきました。と、いいです。明日の私の体重計は 1.25 になりますから。はい。今度は絶対大丈夫。そう、4.0 からまだちょっと落ちなくなってきたな。大丈夫。あと5日で、90キロ切りますからね。でですね、そうね。まあ、昨日の敗因なんだけど、まあね、昨日もぴょんぴょんエクササイズした後に、その後に、今週にちょっとブートキャンプのメニューが、ちょっとね、届くのも遅れたりとか、私がちょっとね、時間取れなかったりして、ちょっと遅れ気味なんですよ。それで、火、水の分をまとめてやったかな、昨日。まあ、だからね、今日はね、足はね、結構パンパンなんだけど、で、そうして、今日はね、水、木、火、水をって、木、金の分、2回終わらして、明日は、金、土曜日だけやって、なんとか今週のメニューは今週中に終わらせたいと思ってます。まあ、そんなわけでね、ハードトレーニングすると、筋肉がつくんだよね。たださ、昨日帰ってから、もう疲れちゃってさ、煮干し、焼いた煮干しだしね、ちょっといった煮干しが大好きで、いった煮干しを10匹ぐらい食べて、まあ、うちの、同居人の友達に、ご飯作ってあげて、ご飯食べてって言ったまま、下に煮干しかびなじながら、いつの間にか寝てしまったって感じで、どっちかっていうと、昨日は、エクササイズは頑張ったけども、炭水化物がちょっと足りなかったかな。あと、水分も足りなかったかな。まあ、そのまま寝ちゃって、まあ、どうだろう。あれでもし、もうちょっと水分取ったりとか、いろんなこと考えられるんだけど、まあ、たったね、180日間で、80キロまで落とそうっていうプロジェクトの、まだね、2ヶ月、1ヶ月と10日ぐらいの中で、まあ、そんなこと、気にしない。明日は絶対 102.5キロになります。まあ、そんなわけで、今日もね、ダイエット効果というか、ぴょんぴょんエクササイズの、効果を高めるために、最初に、15回5セットのスクワットをしながら、ちょっと体を温めていって、今日はね、新潟、雪降ったらしく、まあ、私ね、外に出た時はもう雪なかったけど、すごい寒いです。ここにいても、こっちからすげえ外気がガンガン入るんだけど、これどうやって閉めんだろう。あ、これか。これ閉めるな。ちょっとね、ブラインド閉めるだけで、全然違うと思うんですが、
こんな感じね。フライングしてるだけで全然違うと思うんですが、この部屋自体も結構寒いです。だからまあちょっと早めにぴょんぴょんやって、体を温めてじゃなくて、スクワットしっかり体を温めてぴょんぴょんやっていきます。よし。今日もね、手でこうやって数えながらやっていくんですが、まあ意外と適当。15回5セット。インターバルは30秒ぐらい。よし、行くぞー。せーの。1回。よいしょ。2回。昨日のね、エクササイズから、こうやってジャンプするのが入ってるんだけど、これがね、すっげえきついが。もうね、やばいぐらいきつい。それを15回3セットが、15回3セットがね、2セットやったから、全部で15回6セット昨日やったのかな。そうしたらね、もう最後はこんな感じ。まあこんな感じで、最後はいっぱいいっぱいになったんだけど、あれ、Facebook ライブが消えちゃった。まあいいや、消えちゃった。なんだけども、まあね、まあ、筋肉がつくことに悪いことはない。そう、ちょっとね、そう、カルシウム、他のあの、栄養素がちょっと足りなかったっちゃ足りなかったけど、まあ筋肉つけば基礎代謝が上がるわけだから、まあそのうち、順調落ちます。今はね、ちょっと我慢の時かもしれないね。はい、1セット目。そう、止まったのかな？あ、まあいいや。はい、30秒のインターバルをやりますが、普段ね、上脱ぐんだけど、まだ寒いで来てます。はい。そう。YouTube で言ったんだっけ？あ、そう、YouTube のコメントの中に、いつも同じの服を着てるねって言われるんだけど、私ね、ダメなの。あのね、一回気に入っちゃうとね、ずっと着てたいが、なんかこれね、なんか最近これしか着てない気がする。はい、気にしないでください。よし、2回目。せーの。1回。2回。よいしょ。3回。でですね。よいしょ。私ね、いつもね、エクササイズしながら、まあ結構適当なこと言ってますけども。そう。まずね、とりあえずね、早く100キロ切りたいの。とにかく、早く100キロ切りたくて、そう。あとね、今4キロ、104キロぐらいだから、そう、あと4キロ。うん。明日の朝には絶対ね、体重計、2.5 になってるから。もうね、なるまで言い続けるよ。絶対になってるから。そう。私の潜在意識がね、結構強いの。嘘つかない。いや、昨日嘘つかれたの。いい。明日は絶対になる。よし。よし。だんだん体温まってきました。そう。本当にもっと温まってくるとね、この暖房ちょっと効きますけどね。よし。まさかちょっとお腹出たぐらいで YouTube にコンプライアンスイファーとかやれないだろうな。はい、最後。15回3セットの最後。よいしょ。でですね、なんだ、そう、なんとかね、12日。これ多分ね、YouTube で発信するときは、もうね、12日になってるかもしれないけど、なんとかね、12日だから、今日、8日かな。なので、あと5日以内に、なんとか4キロ落としたいんだよね。そう、という割には、今日ね、パソコン教室のおじいちゃんのところに行って、年賀状の作り方をもう一回、練習したんですけども、その時ね、やっぱ農家のおじちゃんのところとか、おばちゃんのところ行くとね、まあ、いっぱいお昼ご飯出てくるからね、で、ダイエット中だって側に、カステラが出てきたりとかね。そう。まあ、お豆、2豆いただいたんだけど、まあ、めちゃくちゃ甘かったりとかね。ダイエット中だって側にっていうぐらい、まあ、ちょっとね、私には凶悪な食べ物いっぱい出てきたんですけども。でもね、その分野菜も大量に食べていただいて、ちょっとね、便秘気味だったんですけどね。はい、もしもし。はい。今のところになっていないです。はい。はい。はい、大丈夫です。はい。
このね、イレギュラー起こった時に YouTube の時ね、編集しようかどうしようかで迷うんでね。でもまあ編集しないのも面白いかなと思って、最近垂れ流し。そう、ライブ発信でもいいんじゃないかみたいな感じ。まあそんなわけで、今日も、途中まで何喋ったかわかんなかったけども、今日もジャンピングを、この動画の中では、4分しかやってないんですけども、実際は、4分5、3セットなんですが、って考えてるのは何かっていうと、今ね、タイムは5分からスタートしたんだけど、まあ5分15回、さすがにちょっと過剰すぎるかな。そう、でも、ここで体が温まると、後の、トレーニングが楽なんだよね。いやでもここで慌てて5分にすると、ちょっとね、過剰トレーニングかな。そう、明日またね、疲れ果てて、あ、もうやりたくないってなると困るんで、今日も、4分3セットをやっていきますが、YouTube ご覧の皆さんは、今日も、4分終わって、一旦止めます。はい。でね、おととい、全然違う話ね。このダイエットで使ってるサプリは、ジージャっていう会社の、モリンガっていうスーパーフードを使ったエクササイズじゃなくて、スーパーフードの、サプリ使いながらダイエットしてるんだけども、それと全然別に、はい、医療大麻の勉強会学校で来いよって言って、誘われて行ったんですね。で、医療大麻、まあ、最近ね、カナダが大麻解禁したりとか、カリフォルニアが大麻解禁したかな。はい。もう私はね、実は、海外で大麻ちょっと吸ってみたことが、あるような、ないような。というかね、周りに大麻がいっぱい茂ってるところにいたから、まあ、自然と吸ってしまってたみたいなことはあったんだけど、そう、まあ、尊厳の中で、そう、尊厳の中で、医療大麻って何ぞやって。ただね、大麻に関しては、ちょっとね、なかなか微妙なので、私がわからないまま、YouTube でペラペラ喋ると、ちょっと問題あると思うんですけど、その時に、医療大麻のね、サプリ、オイルだったんだけど、オイルをね、口にちょっと含ませてもらって、経口吸収ね、ここの、そう、で、それで、ちょっとばか、一滴、まあ一日分だって言うんだけど、それを垂らしてもらったところ、あのね、めっちゃ欲しい。ぶっちゃけ。飲んだすぐその場で、わ、これすごいじゃんっていう人もいたよ。あのね、アトピーの人とか、そう、まあ、いろんな体の、まあ、それぞれね、悩みもあるでしょうかね。そういう人たちもね、いたはいたんだけど、私はね、翌日がすごかった。ぶっちゃけ。何がすごかって、ものすげえ元気が。そう。もう疲れないし、テンション高いし、なんだろうね。すごいわ。めっちゃすごい。いやー、すごすぎて、普段は私ね、人から聞いた情報とかを、私流に、説明し直せるんだけど、なんかね、あれは、なんか、すごい。やばいよ、医療大麻。CB なんとかって言うんだよね。もうちょっと詳しく勉強しないと、ここでもそんなお話できないんですけど、なんかね、すごい、やばい。医療大麻すごい。そう、なんで日本じゃダメなんだろう。ダメだったか、日本用に調整されてるやつなんだけども、ああね、まあ大麻に関しては、いろんな諸説ありまして、そう、興味ある方は、YouTube とかで、ね、検索してください。大麻が日本で禁止になった理由なんかとかね。いろんなのが、実は昔からいろんなのがあるみたいですね。はい。まあ、そんなわけですね。まあ、ちょうど4分経ったんですけども、今ね、喋りながら4分経っても、まあ、これだけ元気に喋ってないけど、と、まあね、最初の頃は、こんな、みたいな感じだったけど、おかげで、
体重もね、ちょっと落ちてきて筋肉もちょっとついてきたので、今はピンピンしながら、動画発信できてます。まあ、こんなわけで、私使ってる、モリンガを使った、XM3 とセファミックスの、サプリ、試してみたい方は、ぜひ私の方までご連絡ください。サンプルを皆さんに配らせていただいてます。はい。そう、サンプルだけでも飲んでみると、あ、これすごいなと体験できると思いますね。で、最近飲んだ、試してみてる私の友達だと、こんなこと言ってました。私も思ったんだけどね、飲んだ直後でこっから破裂するように、ふわーっと破裂して、手足に全身に、広がっていって、とにかく全身が燃える感じ。体も暖かくなるんだけど、体も熱くなるんだけども、まあ、その後ね、ものすごいね、水分を欲しくて欲しくて、まあね、朝飲んで、森、サプリ飲んで、あとはね、もう水がボボボ。で、全体的にみんな、食べなくてもいいぐらい、なんか他のことやって食べるの忘れちゃうってぐらい、空腹感を感じなくなります。まあ、ぶっちゃけね、栄養しっかりとりながら食べなきゃ痩せるんです。まあ、いずれね、ダイエットの先生になるかもしれませんが、今日も、YouTube をご覧の、1000億人以上の皆さん、ガッチャン、今日も頑張ってますね。皆さんも、良い一日を。はい。明日も明後日もその次も、私がシュッと、最初の動画から見てる皆さんが、誰が誰だか分かんなくなるまで、痩せるまで続けます。今日もありがとうございました。ガッチャンでした。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。